心地的には、まあ、悪くはないんですけど、うん、ちょっとまだ突き上げ感があるんでちょっと改善したいです。でもかっこいいですよね。いや、かっこいいよ。前のあのノーマルより全然かっこいいですよね。全然かっこいい。杉尾くんのメカニックも乗ってきました。わざわざ。わざわざ。三重から。はい、三重から来ました。三重から。はい。はい、あ、ガレージから中木と申します。桑名から来ました。ということで、ひょんなことから杉尾くんが SNS でつぶやいたのに僕が反応して、夜ドライブしない。それ、あれですよね。袖ヶ浦 の、 あの対決になんか似てますね。似てる似てる。ということで、今夜は、はい、おっさん4人で3、4人で、はい、クレのドライブ行ってきたいと思います。おっさんの中の一人の柳田です。今日は土屋さんと次業に呼ばれてきました。 Z の柳田ですかね。そうか、 Z の柳田だよ。やっぱこの20番パパ連れてくる予定だったんですけど、あパパ、パパも朝もう6時に富士行っちゃったんだよ。パパ連れてきたら4台だ。そうですね、今度は4台連れてきます。あとね、今度ちょっとみんなで、ね、いいね、おじいちゃんになっちゃいます、ね、てかさ、いい音するの俺のだけだよ。そうなんですよね。ということで、この続きは杉尾チャンネルでぜひ見てください。どうぞ。でも土屋さんのこのね、やっぱ、このかっこいいですよ。だから俺のは金かかってるもん。いやいやいや、でも金かかって、やっぱ大事ですよ。お金かけるの大事です。この前のあれもそうなんだけど、リップね、やっぱね、横もね、これつけてるのがいいんですよ。ああ、そうだね、サイドステップね。うん、スカートのあの、階段のやつ。ちょっとリップね。そう。このちょっとリップが、おしゃれ。おしゃれですね。これ、でも、ホイールの色と、ラインも合ってるし、ね、めちゃくちゃ理想なんだ。だから、まあのところでこれ2種類作ればいい。そう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 。ウェットとドライと。そうそうそう。ね。絶対これ、ありだと思う。絶対かっこいいって。DK、DK。すげえ。あ、ワークワーク、はい、うん、ワークかっこいいよ。かっこいいですね。ワークいいよ。しかもこれ本当色がデザインもそうだけど合ってるし、スカッシュさん入ってるし。スタートで足はね、足がね、申し訳ないけど70番する。うん、KW のメイドインジャーマニー。ジャーマニー、ジャーマニーですか。まあ、あの KW の一番いいやつね。いいやつ。ストリートからサーキットまで。あの、あれでしたっけ、ベッタンついてる。そうそうそう。うーん、まあ、バンプ、ボディバンプもいじれるから。すげえなー。バネレートはやっぱ街と両方いけるようにちょっとやらない。いや、もちろんもちろん。まあだけど、あのサードダンパー入れてるから、はい、あーそっかそっか。バネをちょっと硬くできた。はい、ですよね、うん、あのボディの。そう、サードダンパー入れたら、しなやかになっちゃって、はい、でバネレート上げた。あれヤマハのさ、あの、うん、あの、はい、あのパフォーマンスダンパーと同じ、うん、同じやつ。そう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 。これでもさ、マフラーも、マフラーはワンオフ。ワンオフなんだ、富士ツボのワンオフ。しかも俺いいですか。日本じゃなくてブラックの音いいんだよ、1分。そうそうそう。日本はね、やっぱかっこいいだけ。かっこいいだけですか。音割れちゃいますもんね。いい音だった、これは本当に。これは4スロットモーテックでこの音が出る。あ、モーテック制御ですか。ごめんね、80万するんだよ。かかってんだね。かかってんな。モーテックと4スロットで80万するんだよ。何気に金かかってんの。すげえな。早くはない。あ、音重視。これは音重視。音重視。あの、タイム比較してみたの。袖ヶ浦で。はいはいはい。ノーマルと4スロットタイム変わんない、うん、だけど音がいいから俺はこっちにしてる、うん、このさりげないリップいいじゃないですか。あー、リアスっぽいな。これついてなかったっすよね。これは、うん、後付けですよね。これ TRD。 あ、TRD なんすか。いや、だから
ました。ここ、これはセントラル。セントラルで、はい。いや、これいいよ。そうそう、かっこいいのよ。だから、なんかさ、やっぱり昨日も S305 乗ったんですけど、こっちあるもんね。そう、あるし、あとすごいさ、もうちょっと、もうちょっとこの、張り出してもいいかなっていうか、もうちょっと。俺もそう思う。ですよね。うん、俺もそう思う。これちょっとさ、やっぱり、まあ、いいんだけど、ちょっと待ってて、作ってるからこれさ、これさ、スープラみたいにちょっとこうダックテール気味に、そう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 、ね、絶対かっこいいって、それやってるんで、やってるやってるやってる、いや絶対かっこいい、はい、マンは僕のはこれ、まあ今もうこれあれです、前に来たんですけど、うん、ベースがこれは Z のプロトスペックって、うん、限定240台の何なんですか、これね、240台の何が違うの、ホイールとキャリパーだよね、ホイール、キャリパー、あとシートだったり中のステッチがちょっと黄色なんですよね、限定、限定でシート変えたくないじゃん、いやでも、2人っていうか3人か今日、向きつんかれつして、皆さんの顔が、うん、低かったのが、めっちゃ高いのが、高いところ座ってんなと思って、おしゃれだよ、おしゃれだよ、あ、そうですね、うん、おしゃれおしゃれ、ね、こう黄色とか黄色かわいいよ、かわいいと思います、あの黄色かわいい、全部黄色だとさちょっと下品だけど、そうそうそう、ちょっとああいうなんかね、ちょっとだけステッチ入れたりとか、おしゃれおしゃれおしゃれ、まずちょっとノーマル乗ってみて、うん、でそれからまたいろいろ車高を下げたり、ちょっといろいろやっていこうかなっていう、ホイール変えたり、うん、はい、でもあれなんですよ、僕らこっちは2台は6速なんです、6速 MT なんですけど、はい、こっち9速 AT だね、こっちそうオートマなんですよ、オートマなんだ、はい、9速 AT もいいですよね、うん、前一緒にね、あ、乗った乗った、めちゃくちゃいい9速 AT、はい、でもそれだけは土屋さんに怒られるかなと思って今日来たんですまあオートマってほらデート仕様だから、デート仕様だね、そうそうそう、デート仕様だ、確かに、じゃあいいんだよ、だからじゃあ次デートしに来ればいいのかな、そうそう、あの親父の血引いてんだからデートカーでいいんだよ、確かに確かに、ね、まあ、相手がいないんでそこは土屋さんにお願いしたい、相手がね、相手がね、土屋さんにお願いしたいと、土屋さんあの最近ね、あのよくいろんなキャンギャルとあの写真撮って羨ましいなみたいな今日それかなと思って、仕事だ、あれあれは仕事だ、羨ましいなと思って、このめせめつらって、土屋さんがこういうプライベートでなんか誰も来ねえよ誰も来ねえって女性来ないですね、全くあの女っ気ない人